はい、皆さんこんにちは。モロトフです。ウォーテイルズ続きをねやっていきましょうか。我々ね 1,2,3,4,5,6 人ですね。うん、ポニオを入れております。さあ今回はね、こちらハテナのところ行ってみようかなと。そしてこの先にね、どうやらね難民のリーダーがいるということで安息地があるようなんですね。もう少しね周辺のクエストをこなしてレベルアップしなければいけないのかもしれないんですけどね、ちょっとそんな感じで進めていきましょう。その前に我々さ、この作業台があるんですけど、これでね実はいろいろ作れるぞということみたいです。実際はレニーがね一応こう作業員のようなんですね。何を作りたいかというと、前回さロックピックなかったがために箱をね開けられなかったっていうのがありまして、今回これ5つぐらいさちょっとロックピック作っておこうかなね。特にミニゲームもなくサクッとね作れるようですね。はい、さあ食料は3日分か、ちょっと怖いかな。あ、その前に我々何かできそうだ。食料の減りをねちょっと懸念しているので、これやろうかな。配給、これによってね部隊の食料量が、3減るよということでいいんではないでしょうか。うん、まあ3日分あれば大丈夫なのかな。途中で買い足しした方がいいのか若干心配だから、ここで買っておく。野菜系なんかを買っておけばいいのかな。食べる前に調理する必要があります。果物ね、これは安そうだから少し買って4日分ぐらいゲットしておきましょうか。所持金はね右上520ゴールドですね。さあそれでは出発しましょう。このゲームねリアルタイムでどん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 ね時間が過ぎちゃうんでね、ゆっくりオチオチしてられないぞということですね。もともと来た場所一回戻りましょう。調査って書いてある。ここなんか調査すればいいのかな。うん、場所ですね。一旦もっともっとこっち行くのかな。ちょっと見ていこうか。ハテナ案外近いんですよ。で向こうにね塔があるんだよな。ちょっと時間があるタイミングでね塔に行きたいところ。さあこいつは何でしょうか。農民なのかな。悪そうな奴らじゃなさそうだ。近づいていきましょう。あ、やばい。そしたらば向こうなんか悪い奴だ。どういうことだ、兵隊か。かなりなんか酔っ払ってるやつだな。ティルトレンから難民を一掃しないといけないんだよということで、あまりいいやつらじゃなさそうだ。報酬は川5枚どうなんだろう。歩兵ですね。早速ね戦っていきましょう。さあそしたらば戦闘画面ですね。面白いね、地形がね毎回異なるっていうのはかなり新鮮ですね。敵は3人か。うん、後ろに槍があるけどここまでね連れてくるのはなかなか大変そうかな。一旦弓矢の兵隊とかね集めておきましょう。さあそしたらばこいつちょっと近づけてサクッとやっちゃいましょうか。とりあえずねこいつかな、一人速攻でねボコって殺すっていうのがいいのかもしれないですよね。続いてそしたらば、あ、来た来た来た、分散しちゃったな。よいしょと。はい、4ですね。そこまで強くない、さすがに酔っ払っているからでしょうか。ただ近いですね。この近いというのは良くないな。こいつから先やっちゃおうかね。少しずらしたいのでこっちに行きましょう。敵から見るとね若干後ろ向いちゃうけど、よいしょと、ずれる。うわ、ずれないな、そういうことか。そしてこいつね棍棒でぶっ倒しちゃおうかな。速攻でぶっ倒しておきたいところ。我々のね武勇ポイントも結構あるのでまとまった攻撃ができそうですよね。よいしょと、もう一回よいしょと。うん、どうだ、もう一発いける。もう一発はいけないか。弱体化ができました。さすればここにいようかな。うん、そしたら敵ですね。あ、弓兵に来ちゃった。これはちょっとしくったかもしれないね。そんな食らってないけど。そしてこいつですね、ナイフ使い。そしたらここ行く。なんかこれやだな、乱暴な罠というのがあるんですね。いいや、そしたらここに行こうか。あ、待って、これだと味方も攻撃しちゃうからこっちに行きましょうね。こっちに行って一回転アタックですね。毒を与えられると思いきや与えられない。さあここは注意してねと。我々槍があるんですね。こいつを刺すと。はい、よしよし、5か。うん、そしてもうちょっと分散しようかね。こんな感じで分散しておきましょう。さあそして槍兵です。突き刺してくるよ。1人ですね、なんとか1人。そして私のターンになるでしょう。こいつですけども早速こいつやっつけたいからねサクッとやっちゃおうか。よいしょと。はい、あと1ポイントだ。なかなかいいね。そしたらばこいつでぐっさりいく。よいしょと、突き刺して1人やっつけました。卓越のねトレイトをゲットしております。そしたらば一旦こっち行こうかな。はい、行きます。
そして向こうの攻撃、ああそうか、弓兵に対する攻撃か。あ、こいつずらしとけばよかったかもしれないな。そして私ですけど一回手にしておきましょう。うん、弓兵がいけないんだよな。これ他のやつ、こいつ行こうかね。サクッとここまで来て、あ、もうちょっと行った方がいいかな。くっついた方がいいですね。くっついてこういう風にして包囲しました。お、いいね。これは怒りで行っちゃうんじゃないの。よいしょと、いい感じだ。そしたらば、はい、あと一人ですよと。根こそぎやっつけちゃいましょうか。その方が良さそうだね。一旦こっち行きましょう。よいしょと。そして弓兵がね、ガラッと開いたのでここに行きましょう。そして撃とうよね。ザクッと撃っていきます。8ですね。残り10。さあ来ます。弓兵に来るかな。うわ、ちょっとえぐいね。鎧が壊れた。そして我々のターンになります。行きましょう。よいしょ。弓兵でアタックで殺した。やったね。1ポイントもゲットです。 VU ポイント、よし。なんとかやっつけることができた。今回は長旅になるから修理しておきましょうか。そして衛兵のバックラーというのを手に入れましたね。一応見ておこうか。こっちのがね、12と6だから強いんだよね。残念だけど、お金ゲット、革ゲットということでこれでいいかな。よしよしよし。夜になってきた。お、そしたらば、なんだろう、ここ炭鉱、塩が取れるということでしょうかね。この人の名前はサロシンというのかな。作業長のようですね。帰れと言われてますね。どうやら誰かのね、奥様のね、所有物だぞということで。脅迫とか支払いできるけど説得できるな。影響力ポイント20を使って今回ね、説得していきましょうか。そうすると入れるということ。あ、入れた。よしよしよし。そしたらば速攻で炭鉱やってみようか。我々さ、炭鉱係がいないということなのかな。そういうことかな。この人、オースティンを炭鉱にしてみますね。そうしましょう。そしてミニゲームですね。これがあんまり得意じゃないんですけど、慎重に、グリーンになったらばね、アタックということだよ。よいしょと。はい、いけましたね。なんとか全部クリアしました。うん、鉄鉱石7個ゲットですね。もう1個ここにあるので炭鉱夫活躍ね、してもらいましょう。よいしょと。はい、スローですね。よいしょっと。そしてよいしょっと。はい、最後よいしょっと。あ、いけた、全部いけた。レベルアップしそうな予感ですね。ちなみにこの人に話すると、仕事良かったなということで、あ、影響力ポイント戻ってきた面白いね。調査できますよ。さすがに塩は盗んじゃまずそうですよね。それ以外何かあるかな。なかなかない。まあ鉄鉱石ね、たくさん取れたということでいいんではないでしょうか。ちなみに生き方ということで、これがね、探検家ですね。1個1ポイントかな、ゲットしました。これもまたね、今後我々の成長につながるんではないでしょうか。そしたらばどんどん行く。どこまで行くんだ、ここね。おっと、下にいるやつちょっと怪しいな。あと暗いからさ、ここら辺で寝泊まりするのが若干怖いね。あと向こう側行ってみたいけど、おっと、その前に我々さらにね、いろいろ解放ができそうだ。キャリアプラン、修復な、よく修復してるからこれも欲しいところだよな。修復にしとこうかね。そのようにしておきましょう。よいしょと。どん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 ね、効率アップしていきたいですね。さあ、あとはルンドのね、農場に着きました。おお、どうしたんだこの人は。うなだれてるけども、わ、誰かが襲ってきたと言ってる。なんていう名前だろう。もう一回見てみようか。なんか名前言ってたよ。ルシラ。ルシラというやつがね、襲ってね、このね、家をボコボコにしてったということでしょうか。調査すると食事があるな。これでもさすがに、盗んじゃうとこの人切れちゃうだろうな。災難続きだから、朝はね、取っていいですよね。お、切り株いけるじゃん。そしたらば、彼かな。ね、傲慢でお願いしましょう。木を切っておきます。よいしょと。よいしょと。そして、よいしょと。さらに、よいしょと。もう一回かな。よいしょと。はい、いけた。パーフェクト。ね。ボーマン、パーフェクトですと。はい。そして、それ以外は何か。食料とか、本当はね。お、ロックピックできるよ。あ、これ、泥棒になんなきゃダメなの？誰も泥棒になれないんだけど。そうか、泥棒指定していかなければいけないのか。そしたらば、ちょっと待って、彼はこれだよね、鉄鋼だよね。これちょっとやだな。木こり、もしくは炭鉱。炭鉱いらないかな。薬剤師系いらないのかな。これ変えられるよっていうことですよね。ならば一回ね、ガーシーはね、泥棒になっておきましょうか。うん。そして改めてこちら、ロックピックやっていくよ。
よいしょっと。これは盗み判定ないのかな。さあ、いいところでこういう感じですね。結構楽かもしれない。ここいける？あ、2回ストレートでいけたよ。そしたらば何がゲットできるの？わ、たくさんゲットできる。あ、やった。冬あやめですね。これさ、薬剤師になれば薬作れるよ。そしてこれはワインですね。これも幸福度をアップさせる。そして布ですね。あとはこれ本だと言っている。この本は貴重な本なのかな？ね、そんな感じがします。さあ、それ以外、ここも調査できるけど、パイクですね。魚はさすがに拾っちゃうとやばい。なかなか調子いいんですけども、一旦これも拾っとく？7日分じゃなくて4日分の食料あるから、ちょっと周辺ね、回ってもいいのかもしれない。よいしょ、よいしょと、こんな感じですね。そしたらば、下になんかある。あ、ここもちょっと行っておきたいんだけど、ちょっと遠いか。遠回りしていかなきゃいけないのかな。そしてこいつがちょっと気になるんだよな。おそらく襲ってくるパターンだと思ってくる。あ、来た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 。ちょっと待って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 、上行く。来ちゃう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 。うわー、早いな。あ、ここになんとか逃げたい。逃げましょうか。よしよしよし、ここに入っていきましょう。そうすると死体だらけだ。え、どういうこと。調査しておこうか。小麦ゲット、食料ゲットした。やった。あとはここら辺はダメか。くるくると朝ですね。ゲット、毎度のごとく朝をゲットしました。そしてここにいるのは人か。ちょっと待って、ハカートって書いてあるな。この調査は、あ、これ取り放題だね。もう多分ね、宿主はいないということかもしれないね。そして彼、あ、お金ゲット、やった。そして彼も死んでいる。花ゲット。そして彼とね、話すしかなさそうだ。うん、やつはみんなを殺した。本当の狂人、怪我をしたんだ、助けてくれと言ってますね。え、でも彼もなんか盗賊っぽい気がしない。薬を与える、殺すことで影響力がプラスになるから、彼は悪いやつな気がする。どうなんだろう。とはいえちょっと入れてみましょうかね。薬をね、与えてみましょう。そしたらば悪い顔になってる。やつが悪いんだと言ってる。あの少女を殺してネックレスを盗まなかったら親父は反撃もせずにということで、どうなんだろうこいつ。あの裏切り者を話しつけなければいけないんだ俺はと言ってますね。雇用しておく。あ、ただで雇用できんのかな。そしたらば、彼だよね。彼の職業は必然的に錬金術になってるね。まあいいかな。ただ彼は、あ、そっか、レンジャーなのか。どうなんだろう、我々にとってレンジャー2人になっちゃいましたね。さあ、さらに進めていく。あ、おそらくこいつか。いや、でもこいつはちょっと危険な気がする。我々の当初の目的はこっち側、右側ですね。こいつは絶対に強い。このゲームはね、あんまりね、無理に強いやつと戦っちゃね、やばいよっていうゲームなんだよね。だからちょっと今回はまだ修行が足りないということで、様子見していきましょう。それよりも安息の地をね、目指していこう。多分ここにあるのが安息の地だと思いますね。速攻でいきましょう。うわ、すごい。雪山状態になってる。あ、なんか敵もいたっぽい気がするんだけど。そしたらば、早速彼と話しなさいということで、難民のリーダー、ファーガスですね。元コルティアの市長ですよということで、いい人そうですね。どうやらね、この難民は北の木こりキャンプを設置して、いろいろね、建設を始めようとしているんだけども、ティルトレンの農民から嫌がらせを受けているということみたいな。なんか複雑そうだな。傭兵に何が起こったか調べてきてほしいと言われてますね。まあ単純にちょっとイエスと言っておこうか。上に行きなさいと。雪山かな、また雪山か。セーラー、彼女も結局仲間ということで、いろいろね、ここら辺を建設していこうということでしょうかね。彼女もそういうね、仲間ということか。さあ、何か我々として物資ゲットできないかということで、例のごとく朝ですね。朝をゲットした。おそらく彼も仲間なんだろうな。特に何かがもらえるということでもなさそうですね。そして、あと上を見てみた。あ、ロックピックあった。よし。ここもね、ちょっと解放していきましょうか。3段ね、今回の。よしと、あ、ここら辺かな。よいしょと、はい、1個。やりました。さあ、ここら辺かな。あ、切れた。こっちだ。ここだな。よいしょと、はい。そして、最後、どこだろう。ここら辺、ここら辺、ちょっと待って。ここら辺かな。よし、ここだ。あ、違うな。もうちょっとこっちだ。よいしょと、はい、やりました。なんとかね、
こちらの宝箱を開けることができました。よし、お金ゲット。そして木製のね、像ですね。これどうなんだろう、微妙そう。パセリもゲットしましたね。これが何気にね、ちょっと良さそうなんですけど、幸福度。2本目のね、ワインもゲットしております。よしよしよし。さあ、我々はね、一旦今回ここまでにしておきましょうか。今後なんですけども、ワールドマップ見るとね、上に行かなければいけない。食料は3日分だから、ひょっとしたらね、うまくいけるんではないでしょうか。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね。続きが見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。Me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.